どうも、ひろまろです。今日は千葉の名物ラーメン高尾、ホルモンラーメンですね。ちょっと食べに行きました。ラーメン界の宝石箱やっていうね、で有名な高尾さんに来たので、今日は食レポしたいと思います。食べですか？そうです、よろしくお願いします。お願いします。どんなラーメン食べますか？今日は高尾さんというところで、ホルモンがうまいですよ。おー、うまからの。おー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 、楽しみですね。楽しみです。行きつけなんですか？行きつけです。あ、2日に1回めっちゃ来てる。めっちゃ来てんじゃん。朝昼ですね。朝昼、朝昼、朝オートミールじゃないですか？あ、昼ですか？昼夜って感じ。そうです、オートミール、はい、昼夜。あ、そうです。オートミールはもうご飯のうちに入んない。入んないですか？水みたいなもん。なるほど。いや、楽しみだな。ご覧ください。はい、ありがとうございます。これがホルモンラーメンですか？そうですね、これがラーメンです。ギャンブル、ありがとうございます。めっちゃくちゃうまそう。おー、もうすげー、これはやばい。うわ、うまそう。これ取れてます？どうする？めっちゃ取れてきましたね、ラーメン。来ましたよ、これ。美味しそうですね。見てください、これ。おー、あっ、取ってもらっていい？うわ、めちゃくちゃ飛び跳ねた。いただきます。量多いね、これ。え、こんな量多いね。うん、すごいか、うめえ。めちゃめちゃうまいですね。このやっぱり油の濃厚なコクが刺激しますね。どこですか？僕の脳下垂体を。ほう、前頭葉。いや、普通に拭いて。簡単。うまい。集中できないですよね。あ！めちゃくちゃうまい。辛いですね。辛いですか？なかなかです。どうですか、ラーメンの味は？すごい美味しいです。ああ、辛い。うまいっすね。日本人でよかった。さっきいきなりステーキ出てきたんだ。え？やば。マジで？うん。筋トレやってたよ。ああ。それ。あれ？うわ、食べた。うん。最高ですね、ラーメンは。最高ですね。辛いですか？辛い。すごい辛いです。僕からピアノとどっち辛いですか？僕から。あれはちょっとダメです。おお、これです。美味しかったですか？美味しかったですね。もうしばらく食いたくない。ラーメンも大丈夫ですか？もう結構。じゃあ、お腹空いてたんですか？お腹空いてました。あ、空いてました、はい、あれ？なんか、ペヤングと同じ時の汗が。それでまた頑張りますね。そうですね、頑張っていきましょう。頑張りましょう。定期的にじゃあラーメン食べて食欲してみますか。やりましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。ほら、最後まで見てくれて嬉しいぞ。登録はこっちしてくれよな。見てる動画があったらクリックしてくれよな。じゃあな。